こんにちは、ジャレです。ということで本日は昨日乃木坂配信中で初披露されました34枚目シングルのモノポリのリアクション動画を撮影いたしました。選抜発表の時は私とお母さんの2人でリアルタイムで見てたんですけど、昨日はなんと私とお母さんとお兄ちゃん3人でちゃんと見ることができたのでリアクションを見ていただこうかなと思います。そしてエンディングにはね、ちょっとどういう印象だったっていう感想というかお話もできたらいいなと思っているので、ぜひ最後まで見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。年内チャンネル登録者数様2000人様を目指しております。 JK オタクのあちらつと申します。この動画少しでも良かったなとか34枚目シングルも楽しもうって思ってる方はぜひチャンネル登録してくださると嬉しいです。どうかよろしくお願いします。それではレッツゴー。こっちおいで、あちゃんほらおいで、おいでおいでおいで、寂しいからおいで。何これ、楽しみ。どういう曲だと思いますか？予想。冬っぽい曲。冬っぽい曲。兄貴は？シンクロみたいな曲かなと。なるほど。泣いちゃう。じゃあ私は希望のいつかできるから今日できるって。なあちゃんとあすかちゃんの。そうそう。儚い系で。すごい冬っぽい曲ってバンデンとして。ダンス激しい系、それともしっとり系。しなやか系。しなやか系。じゃあどれか当たってたらチャンネル登録してください。なんだそれ。あのマーク何？なんだろうね。今回のじゃない？まずさ、モノポリ、なんていうの、モノポリが独占っていう意味なんよ、うん、だから私は言ったっけ、お一人様天国で一人がいい、一人が楽しい、楽だって言ってる主人公がこの冬にかけて恋愛をして独占が出てきて嫉妬で狂っちゃうみたいな曲だったら面白いなって思って、だからかっこいい系のアーショだったりするのかなって思ったけど、まあそんな感じだったらそれはそれでチャンネル登録してもらって分かんないけど、ただの予想と妄想。楽しみ。どこなんだろうね。場所？うん。ね。乃木坂駅と乃木神社じゃないみたいに出てて。みんな来ないでくださいとか言ってた。なんか予想してくんじゃないのって。でもさ、乃木坂にゆかりのある場所。じゃあ事務所の上。だからそれで丸彦さんじゃねって、丸彦さんだったら面白くないって言ってる人もいた。全部テーブル片付けてやるの。そう。すごい。ワンちゃん東京ドーム。だとしたらすごいね。じゃあ神宮。おお。すごい。10時からだから関係ないね。夜はね。うん、どう神宮。神宮ありえそうやな。神宮から言ったらすごすぎだろ。でもさ、東京ドームか神宮ぐらいしか考えられんかない。あ、来た。え、渋谷？渋谷だね。渋谷だよ。嘘、さっきいたのに。やだやだ、ね、さっきいたのに。え、これ渋谷で流れてるの？流れてないと思うよ。どういうこと？かわいい。かわいい。かわいい。あ、かわいい。パッキー。ちゃんいた。あ、もう泣き切っちゃうんだけど、どうしよう。演出がすげえな。めっちゃ泣いてる。かっこいい。めっちゃ力入れてる。え、マジでどこ？え、かわいい衣装。はい。今やってないもんね。あ、そうなの？会場中です。そうなんだ。今日通った。なるほど。すごいね。だから渋谷が来たんだ、最初。あ、うわー、杉山さん。あ、髪とか隠れやん。かわいいって、待って、かわいすぎる。かわいい。ちょっと隠れー、杉山さんみたい。かわいい。かわいい。かわいい感じ。できないしょうがない。手つまいしょ。あ、引っかかってる。梅とさくらちゃんが金具だ。金具が引っかかっちゃってるの。大丈夫かな。かわいい。ついちゃってる。黒だね。あそこだ。わあ、マジか。成功配信。早っ。MV いつなん？ね。今日 MV 見れると思ってた。一緒に。あれ？10分間だからもう終わっちゃった。メンバーの声聞こえないんだね。もうそれだけなんだね。黒だね。黒だね。どっちか焦ってもね、おかしくないけど。うん、いやだ、もう来られた。何？16、最大18万人ぐらいいたの。なんかかっこいいけど、うわー、マジか。ビジュアルが可愛すぎる。ね、いつも以上にみんながお人形さんみたいだった。うん、素敵な衣装だね。引っかかっちゃったのが残念だけど。うん、やだ、なんか美しかったね。ね、あなたの推し。大人っぽかった、すごく。めっちゃお姉さんっぽかった。水木のリボンかわいかったね。めっちゃ似合ってる。最初から手つなぐのね。
で途中も手つないでたじゃん2人。はい、という感じでいかがだったでしょうか。あのリアクションをねお届けさせていただいたんですけれども、まあ、まずどこでやるのかなっていうのがあって、まあ、動画の中でも東京ドームじゃないとか神宮じゃないみたいな話をしたりとかもしてたし、ワンちゃん丸彦さんじゃないとかいう話もしてたんですけど、まさかの改装工事中の私物田でマジかと思って、その昨日お友達と渋谷とかに遊びに出たりしてて、ちょうど近く通ったよと思って、あマジかと思って、でもなんかあの改装中の中であるんだと思ったし、なんかいつもさ私物田さんって新曲が出るたびにパネル展してくれたりとかさ、スタッフの方がさメンバーの毎回のお誕生日をさちゃんと文章書いてくれたり、誰かが卒業する時も丁寧に文章を書いてくださってるイメージが強かったから、なんかそのいつもそうやってやってくださってるのも嬉しいなと思ったし、私物田さんでやってくださるのも嬉しいなってすごい思いました。でどういう曲なのかなってすごい楽しみにしてて、パフォーマンス始まる前に私が予想してるその何お一人様天国の一人ってところから独占欲生まれてみたいな話をしたと思うんだけど、想像ではジャケ写とかからしてなんかもっとそれこそインフルエンサーとかゴメフィンとかダンスがめっちゃメインの超かっこいい曲みたいな感じかなと思ったの。アクチュアリーとかなんかライブの演出だとだいたい花火上がる余計かなみたいな感じかなって思ってたんだけど、なんかそういう感じじゃなくて、なんか冬のこの切なさというかまた違った感じの曲で、杉山先生って感じなんだけど、なんか本当にすごいより34万目シングルの活動が楽しみになったなと思ったし、衣装が最初にさツイッターで出たりとか、そのパッキーとエンちゃんの髪飾りが出た時にん？これもしかしてシングルにしていけなのかなって思ったの。そのヴィンテージのとかレースのみたいな感じだから、ワンちゃんシングルにしていけなかなとか思ってたんだけど、なんかかっこいい感じので、でもちょっとなんかまあ恋愛系っていうのもあるんだけど、その冬の切ないこの感じよりドキドキワクワクって感じだし、今日も多分テレ東で歌番組も出るし、明日木曜日もなんか出るよね。だからなんか歌番組多分2日連続出ると思うから、より楽しみだなと思うし、そうあの衣装さ公式が出してたよねツイッターで、なんかそのヴィンテージのこの金具が綺麗に並ぶと繋がってるように見えるみたいな、いやすごい細かーと思って、やっぱ身長も違うからさそれを合わせてるのすごいと思ったし、衣装さんがね、そのデザインがまずかっこいいなと思ったし、わかんない、みずきのインスタ見て、みずきが多分顔の近くに手やってたのかな、わかんないけど、なんか袖もなんかレースっぽい感じがして、え、かわいいと思って、乃木坂ちゃんの衣装めっちゃ好きな人間だからすっげーかわいいなと思ったし、またいろんなところでまた見れるのが楽しみだなってすごい思ってます。今週末はねリアルミーグリがあるのでめっちゃ楽しみだなと思いつつ、緊張もしつつ、自分は何を着てこうとも迷いつつって感じなんですけど、本当に34枚目シングルも大ヒットを願っておりますという感じで、この動画が少しでも良かったなって思ってくださったら、チャンネル登録、高評価、コメント、そしてプラスの拡散もぜひよろしくお願いします。年内チャンネル登録者数様2000人様を目指しております。 JK オタクのあちゃと申します。年末までもう時間もなくて結構焦ってますけど、乃木坂ちゃんのねいろんなイベントもあるので、それも楽しみつつ、皆さんと YouTube 楽しみつつ、目標達成したいなと思っているので、34枚目も一緒に楽しもうって思ってくださったり、少しでも私に興味を持っていただけたらチャンネル登録してくださると嬉しいです。どうかよろしくお願いします。いろんな方にシェアしてください。それではまた次の動画でバイバーイ。34枚目も楽しむぞ